聞いてますか、イタドリ君。あ、俺に言ってたの。バラすことでミスリード。呪いに集中したいけど、話は聞かなきゃダメっぽい。イタドリ君、後ろ。ユージの瞬発力に呪力が追いついてない。呪力をとどめる技術も未熟だから奇跡に残りがち。それが逆に変則的な呪力の流れを作ってる。一度の打撃に二度のインパクトが生まれる。ケイテイケッ。